ブリストルタイプ175ブリタニアは、イギリスのブリストル社が、ダグラス DC-4 の後継機を目指して、開発した、長距離ターボプロップ4発旅客機である。第二次世界大戦後の1947年に、開発が始まり、1952年に初飛行したが、エンジンに問題がありその後の開発に手間取り、その解決策が見つかる間に2機の原型機が、失われた。 そうしている間にも、イギリスでは、同年に、世界初のジェット旅客機であるデハビランド DH-106、コメットアイが、アメリカでは、経済的なボーイング707やダグラス DC-8 といったジェット機の開発がなされた。そのため1960年に生産が終わるまでに、わずか85機が生産されただけであった。ブリタニアは、西側の長距離ターボプロップ旅客機では最高峰で、 あると言われているが、同じイギリス製の中距離のビッカーズ・バイ・カウントよりも、はるかに生産数が少ない。その静かで、スムースなフライトから、ささやく巨人のニックネームを持っている。第二次世界大戦中に戦後イギリスが開発する、旅客機を審査した、いわゆるブラバゾン委員会の4種類の旅客機のうち、ブリストルはそのうちタイプ・アイとタイプ・スリーの契約を得た。その後エンジンについて、 右翼曲折を経た上で、当初の48人乗りからさらに大きなブリタニアが完成した。しかしながら、開発に手間取ったために受注が伸び悩み、主に中距離帝国ルート向けに開発された、量産型の100型シリーズはわずか15機が英国海外航空に引き渡されたに過ぎず、イギリス空軍には、可客混載タイプの250型を23機を受注したが、 胴体を延長した300型では、BOAC の18機以外には、大口の受注が得られず、経済的に成功したとは言えない結果に終わった。デハビランドコメット4の導入前年の1957年に、ようやくロンドンシドニーや、ロンドン東京線などの主要路線への就航が、始まったものの、1960年代以降に、同機やボーイング707、 ビッカース VC-10 などのジェット機が導入された。あとは、モナーク航空などのチャーター航空会社に売却されたり貨物機に改造され、1970年代には姿を消した。カレドニアイ航空の175ブリタニア312。ありがとうございます。